3年生2人と2年生が1人、あと1年生が真ん中の3人で練習に行います。じゃあ向かって左側の1年生から自己紹介お願いします。1年の愛香です。よろしく。今日はリードとコラスをやります。よろしくお願いします。1年の南です。私も今日はコーラス取りでやります。よろしくお願いします。1年のヨシです。今日はベースやります。よろしくお願いします。よしよしよし。先ほど天の声でフォレストってのは新座の食堂なんですけど、そこにある食堂なんですけど、そこからフランスの風を届けようみたいな天の声だったと思うんですけど、フランスの風っていうのが今回歌う曲と関係して、その曲の紹介を1年生のヨッシーに聞いてもらいましょう。この曲は、多分皆さん知ってる、もう初めの歌い出しで多分分かると思うんですけど、これはフランス語の曲なんです。で、日本語の歌詞も一応あるんですけど、僕たちはちゃんとオリジナルのフランス語で練習しようっていう話になって、リードの2人が一生懸命歌詞をちゃんとフランス語で覚えてくれて、で、まあ、ね、結構初めの方はだからなかなかこう曲合わせるのとかも難しくてだったんですけど、なんとかこう今日まで形になれたんで、フランスの曲を、まあ、聞いてください。あと、歌詞なんですけど、多分皆さんが歌い出しのところは、まあ、意味は一応言っておくと、まあ、僕と一緒においでみたいな感じで始まって、で、まあ、恋愛ソングということになって、まあ、一応そういう感じの歌なんで、まあ、聞いてください。爽やかに聞いてください。はい、します。聞いてください。シェイの口づけ。Ta-da!